いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルメルセデスベンツ G550 ロングをご紹介させていただきます。まずは外装面の状態ですが、特に目立つような傷はございません。走行距離わずか3000キロのお車です。全体を通して良好なコンディションを保っております。外装色はオブシディアンブラック、インテリアにはブラックレザーが組み合わされた一台です。 G クラス伝統のデザインを今も継承しており、武骨なイメージに仕上がったお車ですが、その武骨さとは裏腹にメルセデス・ベンツブランドのラグジュアリーさを感じられ、都会の高級ホテルなどに乗りつけても絵になるような一台となっております。ヘッドライトはキセノンヘッドライトが標準装備となり、夜間走行時の安全性を確保しております。合わせて LED のドライビングライトが装備されており、より近代的なフロントフェイスとなっております。エンジンスペックに関しましては、4リッター V8 ツインターボエンジンが搭載されており、馬力は421馬力を誇ります。2016年モデルより 5.5 リッターの NA エンジンは廃止され、AMG GT などとベースを共にする新しい4リッターのエンジンが搭載されるようになりました。足元には19インチのアルミホイールが装着されており、迫力のある仕上がりとなっております。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。リアのデザインも今も変わらず迫力のある仕上がりとなっております。それではトランクスペースのご紹介です。トランクは横開きのお車となっております。開口部が広く確保されており、大きなお荷物も積んでいただけるお車です。さらに後部座席を倒してご使用いただけますので、長いお荷物も積んでいただける1台です。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。ウッドパネルが使用されており、高級感のある車内を演出しております。シートにはブラックレザーが使用されており、運転席助手席ともに目立った使用感もなく綺麗な状態を保っております。それではエンジンを始動させていきます。ステアリングはウッドコンビステアリングが採用されております。パドルシフトが装備されており、変速操作をお楽しみいただけるお車です。またディストロニックプラスが備わったお車ですので、長距離ドライブの際も快適にお乗りいただけます。さらにレーダーセーフティーパッケージが標準装備となっており、大きなお車でありながら安全なドライブをサポートしてくれます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが備わっており、車内では地デジの視聴も可能です。さらにギアをバックに入れていただきますと、バックカメラを使用することが可能です。また運転席助手席ともにシートヒーターが完備されており、寒い季節も快適にお乗りいただけます。シフトに関しましては7速の G トロニックプラスが採用されております。合わせて手元のスイッチにて走行モードの選択が可能です。スポーツモードを選択していただければダイナミックな走りをお楽しみいただけます。続きまして後部座席のご紹介です。目立った使用感もなく綺麗な状態を保っております。また足元と頭上の空間広く確保されておりますので、大人の方でもゆったりとお乗りいただけます。さらにサンルーフが備わっており、開放的な車内を演出しております。合わせて後部座席にもシートヒーターが備わったお車ですので、同乗者の方も快適にお乗りいただけます。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いなどいたしませんので、ご安心いただければと思います。今回は2016年モデルメルセデスベンツ G550 ロングをご紹介させていただきました。走行距離わずか3000キロのお車ですので、内外装ともに綺麗な状態を保っております。大胆で武骨なエクステリアデザインが魅力的なお車ですが、繊細なサスペンションが備わり、上質な乗り心地を実現しております。また 5.5 リッター NA エンジンが廃止され、
新しく4リッターのツインターボエンジンが搭載されるようになり、環境性能も向上したお車です。いつの時代も人気が全く衰えることのなく、リセールバリューにも期待できるお車ですので、お探しの方はぜひこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。